おはざーす。エフラモチアフセのモザイクです。今日はですね、ちょっと最近学歴系とか、若干物申すみたいなのがついてましたけど、久しぶりにちょっとぼっちネタというか、陰キャネタみたいな感じの話をしたいなと思いまして、ちょうどね、数日ぐらい前に、日本人の20代男性のおよそ4割がデートの経験がないみたいな、独身男性だったかな、ちょっとあまり細かくは覚えてないんですけど、それに関するね、記事があったので、ちょっとそれの紹介をしていきたいなと。失敗小僧さんスタイルなので、ちょっと動画も長くなっちゃうかもしれないですし、自分があんま慣れてないんで、ちょっとね、まだ至らぬ点が多いと思いますが、こういう動画も上げていきたいし、見てる人もこう記事を読んで、僕も同じ記事を読んで、そのなんかそのお互いにで、そのなんかね、読んだ記事、当然感想が違うじゃないですか。それのなんか意見交換するみたいなのができたら、それ結構自分としても、得れるものがある、学びがあるなと思ったんで、はい、ちょっと今からやっていきたいと思います。ダイヤモンドオンライン、若者の恋愛離れというインチキ話を政府マスコミが蒸し返し続けるわけ。ちょっと名前がすごい、漢字がすごい苦手で読めないタイプの人間なんですけど、ちょっと調べますね。ノンフィクションライターの方が書かれてるみたいで、久保田雅樹さんですね。久保田さんまでは読めたんですけど、雅樹っていう字が、久保田さんはわかるんですけど、順番の順に生死をさまようの生、生きるの生きるで、雅樹っていうみたいですね。初めて見ますね。僕があんまり人と関わってこなかったっていうのもあるかもしれないですけど、じゃあまず記事をね、こう名前、あ、記事の中身入っていく前に、どういう、自分がどう思ってるかってことですね。正直率直なことを言うと、4割デート経験がないっていうのは、やばいじゃん、やばいじゃん、このままだとまずいよっていうよりかは、お、仲間が結構いるね、いいなっていうのもあるし、ただデート経験がないって言ってるだけで、デートはしてなかったけど、実はなんかその、女性とずっと LINE をしてるとか、性行為はしてるとか、そういうのはあると思うんですよ。デートしてなくて結婚するは、あんまりないと思うんですけど、それにこのアンケートに、これ指摘されてる方もいたんですけど、こういうアンケートって、ちゃんとアンケートが提示された時に答えようっていう、そのインセンティブを持てるっていうか、答えようって自分から答えられる人と答えられない人がいるんで、データがちょっと恣意的になるっていうか、どんな調査とかでもそうなんですけど、完璧なその データを取ることはできないので、そこに若干なんか偏りがあるんじゃないかみたいな指摘をされてる方もいて、自分としてもそれはあるかなっていうのと、さっき話したように、デートの経験がないっていうのが4割って出てるにしても、本当にその僕みたいな非モテ無キャ陰キャみたいなタイプの人がそのたくさんいるのかって言ったら、それはちょっと違うかなっていうふうに思うので、そこら辺をね、安直に、いや俺と同じようなやつたくさんいるんだみたいに思うのは、ちょっと危険かなみたいなのを自分としては感じました。自分が思うなって話なんですけど、ちょっと待ってください。今もね、今日も記事出てますね。やっぱり結構前僕が動画にしたユタボンさん、ちょっと水飲みますね。少年革命家のユタボンさんも、俺は学校行ってないのにデートなんてできるのに、お前ら学校行ってんのにデートすらできないのみたいな煽りのツイートみたいなしてて、この人は炎上芸がうまいなみたいに素直に感心しちゃいましたね。絶対燃えるだけど、絶対燃えるんだけど、ただ人種差別とか国籍差別とかそういうところではないっていう、そのなんだろう、そういう本当に絶妙なポイントをポッとついてきてて、この前ね、TikTok で僕動画出しましたけど、あの方にちょっとやり方が似てたなっていう、チナップさんって方がいるんですけど、一軍陽キャ女子っていうのを名乗ってて、こうめちゃくちゃなんかオタク向けの動画を上げてるんですよ。だからこれ面白くて、これも僕チナップさんに関する動画出したんですけど、陽キャって名乗ってるけど、結構、こうターゲットは割と陰キャに向いてるっていう、面白い。だってわざわざ、陽キャに向けて、ちょっと偏見入っちゃいますけど、最近の流行りの K-POP いいよねとか、最近流行りのこの Netflix のドラマいいよねとか、そういうのを上げるんだったら、陽キャ向けになるけど、でも彼女がやってるのは、アニメとか漫画とかって本当に面白いのみたいな、アニオタの話とか、五等分の花嫁とかの話してて、こう陽キャっぽい、陽キャキャラなのに、こう陰キャ狙ってるっていう、この前僕も配信とかで、配信じゃないわ、配信とかでも話してるし、カオソルスさんのコラボ動画でも話したんですけど、陽キャラ系の YouTuber が、もう陽キャラのパイは結構取り終わってきてるから、こう陰キャラの方狙ってるよみたいな。で、一つはコスメティックさんは違うけど、そのコスメティックさんとコラボするとか、いや、コムドットさんが、あとはあれですね、中田敦彦さんがこうボーカル作るとか、そういう風な、もう本当に直接的にこう陽キャに対してアプローチをかけてくる場合もあれば、こうあえて煽ってちょっと挑発するみたいな、いろんなパターンがあるんですけど、結構ね、だからぼっち系とか陰キャ系は、
この先かなり厳しいんじゃないかなっていう、まあ厳しいけど同時にそういうなんか陽キャだけど陰キャ向けにマーケティングする人が増えるからこそ、まあ、逆にその差異化できる差別化できるみたいなのあるんじゃないかっていう話が、まあ、話がめちゃくちゃあれですね、話がもうあっちこっち行っちゃいますね。これ失敗ことさんの動画見ててもなんかよく失敗ことさんが話が全く別のところに行って、話が全く別の話に行っちゃいましたみたいなこと言われてたんですけど、自分も全くそれと同じとか、もうそれのあの介護感でしかないんですけど、はい、話をまた戻しますね。デート経験なし4割、これはどういうところが調査したかった話ですね。なんかさっきはなんかデータが恣意的だみたいな話をしましたけど、データが恣意的になりつつあるとはいえども、一応調査しているのはなんかよくわかんない謎の研究所とか、なんとか株式会社とかそういうところではなく、あの内閣府が、国がやってるんですね。内閣府が6月14日に公表した令和4年版男女共同参画白書っていうところで、20代男性の約4割で出てきがないっていう調査結果に、でこれでまあツイッターでトレンド入り、まあツイッターは結構ね、こうまたその陰キャキャラでやってる人が多いんで、まあやっぱりトレンド入りしますよね。そうですね。でまあ大体見てると、テレビではもっと頑張れよみたいな、そういう感じの、まあだから明らかにそのネットとテレビの分断みたいな感じに見られますよね。今回それを思ったのが、あのテレビだともっと頑張れよとか危機だみたいな言ってるけど、ネットだとなんか、いやなんか普通にそのネタとして消費あのニュースを見てたりとか、まあ、自虐ネタもそうですけど、あとまあ別にそんな別にいいんじゃないみたいなことだったりとかで、まあ、同じ題材やテーマを使っててもこうテレビがやる報道と、まあだから別にテレビが変更って言ってるわけじゃなくて、まあネットでもテレビの特徴はあると思うんですけど、まあ全然違うなっていうか、まあ見てる層が違うから、まあこれは時代の変化ですよね。ちなみにあの、このね、じゃあこんな感じであの僕の見解をちょっとダラダラと述べて、もう6分ぐらい経っちゃったんですけども、今配信の気分ですね。今動画撮ってるんですけど、本当に長時間自分が話し続けられるかっていうのは結構不安で、まあ3ヶ月間ぐらいずっと配信し続けた時があって、そこで自分の話に対してはちょっとだけ自信が持てるようになったんで、でこれって動画撮れるようになったんですけど、一応10分ぐらいの動画だったら頑張れば撮れそうですね。はい、じゃあ記事の方ね、読んでいきたいと思います。まずマスコミが現実のまなまなないと言いたがる理由、この記事はどういう記事かっていうと、マスコミを批判してるんですよね。マスコミを批判しつつ、最終的にはちょっと政府の政策とかも批判してて、まあテレビでもネットでもあんまりなんかその見かけないようなこう見方視点でなかなか面白いなっていう風に感じました。あの記事の出典はダイヤモンドオンラインで、さっき話したように久保田雅樹さんっていうノンフィクションライターの方が書かれてる記事ですね。記事はあの2022年の6月16日の4時25分早いですね。あの昨日の本当に早朝に投稿されたみたいです。はい、じゃあ行きますね。これってあれですか、全部音読、あーまあできるか、マスコミが若者のまなまなまなと言いたがる理由で、20代の男性のおよそ7割が配偶者や恋人がおらず、およそ4割に至ってはデートの経験がない。内閣府のそんな調査データを受けて、マスコミが若者の恋愛離れだと騒いでいる。例えばあるワイドショーでは、若い男性の恋愛離れが進行してますと巨大パネルを用いて解説した。スマホゲームやら一人で楽しめる娯楽が増え、恋愛が面倒になっているのではないかとか、人間関係が希薄になって異性との交際を恐れるようになっているのではないか、なんていう専門家らの指摘を紹介していた。はいはい、なるほどね。まあこれはよく言われますね。なんかその最近の Z 世代の傾向として、まあスマートフォンをすごい持って、スマホでできる娯楽も増えちゃったし、まあ、そんなガツガツしてないんじゃないかみたいな。恋愛が面倒になってるんじゃないかっていう話は、まあ僕はもう本当に恋愛しないタイプの人間なんで、まあ、恋愛弱者と、まあ言えなくも、言えるとは思うんですけど、そうじゃない普通の、まあ、僕が普通に陽キャだって思ってるような人も、なんか最近は恋愛がめんどくさくなってて、あの女子とかその異性と話すけど、話したりとか性行為とか、まあ、ちょっとなんかするけど、まあ、恋愛かって言われると微妙みたいな、なんか昔のそのなんだろう、恋愛ソングとかにもあったような、すごい熱くて重い恋愛っていうよりかは、もうちょっとライトなカジュアルなものが増えてるみたいな話をちらっと聞いたことがありますね。まあちょっと、あれですけどね、別にデータとかね、あの、証拠あるんですかみたいな、ひろゆきさんに言われちゃいますけど、あの、失敗ことさんがよく批判されて、ひろゆきさんに。まあね、その話はちょっと置いておいて、じゃあ続きますね。また別の番組ではコメンテーターの男性が、私も若い頃は恋愛をたくさんして、すごくいい人生勉強になりましたから、こういう結果は残念です。なんておっしゃっていた。恋愛離れによって人として成長できないと苦言を呈しているようにも聞こえてしまうと。まあ、確かにそうですね。すごいこういう結果は残念ですと。まあ、恋愛を経験することによって、まあ、人生を勉強、人生勉強ってなんか不思議ですけど、人生経験みたいな感じですかね。人生経験を
してほしいみたいな、そういうことですかね、コメンテーターの男性で。そしてなぜこんなにも若者の恋愛離れに執着するのかというと、マスコミにとって若者の丸々離れは大好物だからだ。自動車が売れないのは若者が自動車離れをしているから、酒が売れないのは若者がアルコール離れをしているから、最近ではテレビの視聴者がガト落ちしているのも若者がテレビ離れをしていることが原因だと説明されていると。なぜあらゆることを若者せいにするのか不思議になるのは、これはマスコミにとって知ったら読者、視聴者や高齢者の共感が安いからだ。これに関しては、なんだろうな、まあ正しいなと思うところもあるし、ちょっと批判したいなっていうのがあって、まあ高齢者向けの共感を安いような表現をするっていうところに関しては全く同意で、そういう表現してると思うんですけど、若者がテレビ離れをしてるっていうのは、これはまあ一つ事実かなみたいな。アルコール離れとか自動車離れとかはまあ若干違うっていうか、自動車が売れないのは若者の経済的な、そのなんだろう、余裕がないからとか、あんまりその自分でその高級車を持とうとか、マイカーを持つことに対する憧れみたいなのが減ってるからとか、まあ、そういう社会的な変化だったりですから、まあ、自動車離れって言ってもいいのかもしれない。だからこの言い方だと、なんかその自動車自体が問題があるっていうか、自動車メーカーが問題がある、もしくはまあ経済状況が良くないから本当欲しいけど買えないみたいな、そういうニュアンスが若干聞こえますが、まあそれもまあ経済的な話はあると思うんですけど、自動車離れは別にこの表現に関してはそんなに、若者が何々離れしてるからそれが全部の責任だとは言えない、言っちゃダメですけど、ただなんかその視聴率が落ちてるのは若者がテレビ離れしてるし、さらに中高年とかもインターネットに使用する時間が増えたとか、そういう可処分時間の使い方が変わったみたいな。だからテレビ離れしてる原因、テレビの視聴者ガタ落ちの原因イコール若者のテレビ離れはダメで、若者テレビ離れすることによってテレビの視聴者がガタ落ちしてるっていうのは、まあある意味合ってるかなってか、若者だけじゃないんですけどね。はい、じゃあそれでなぜ笑えることをこのせいにするか不思議になるんだろう。これは確かに、マスコミというか、テレビ新聞テレビとかに、よくありがちな感じで、これは本当にそうですね。マスコミにとっての読者というか視聴者っていうのは、高齢者、比較的高齢者の方が多いと言いますか。今はね、高齢者の方とかでも全然インターネット YouTube とか見る人も増えてますけど、そうですね、失敗ことさんが分析されてたのが、まだマスコミじゃないわ、テレビとか新聞とか見てる人の人口の方が多いんじゃないかって話をしてて、僕たちとかって、YouTube とか Twitter とかにずっと見てると、まるで僕らがもう本当に世界の中心というか、日本の中での本当にもう、なんだろう、世論を形成してるみたいに思いがち、勘違いしがちですけど、実は結構テレビ見てる人って意外と多いよねっていう話で、僕の中高時代唯一の親友みたいな方も、なんかテレビ普段ちょっと見るみたいな話されてましたし、ネットフリとか、いろいろありますけど、そうですね、だいぶ減ってるとはいえ、まだ見てる人だったりとか、あとコムドットの大和さんとか話されてましたけど、なんか若者はテレビを見てるはいるんだ、テレビ自体はつけてないけど、そのスマホでなんか TikTok でテレビの切り抜きを見てたりとかする人が多いみたいな話とかもされてて、そうですね、簡単にそのテレビが出してるコンテンツが魅力的になくなったっていうよりかは、本当インターネットによって、個人が見るコンテンツの多様化が進んだっていうことがあるんじゃないですかね。はい。で、ただそういう、また記事に戻ります。ただそういうビジネス的な事情を考慮しても、若者の恋愛離れを煽るマスコミの姿勢はいただけない。これは確かにそうですね。あんまり煽ってもね、確かに煽った方が面白いっていうのはあると思うんですけど、20代独身男性の4割がデート未経験なんて話は、今日に始まったことでなく、今のおじさんたちがナウなヤングだった35年前から存在していた、つまり時代に関係なく若い男性というのは、もともとそういうものである可能性が高いんだ。これ面白いですよね。僕がこの記事をね、全体通して読んで一番驚いたのは、昔も意外とそうだったんだっていう、そこら辺の最後はね、ちょっと結論付けるのはあると思うんですけど、昔の方が圧は多分絶対強かったと思うんですよ。その話はここではそんなに触れてないから、昔の方が結婚しろっていう圧だったり、恋愛しろみたいな圧は強かったし、それやってない人は恥ずかしいみたいなのも圧はあったけど、恋愛とか結婚ができてるその強者みたいな側だった人間の割合はそんなに変わってないよねみたいな、単純に人口が減ったからより少なくなったっていうのはあると思うんですけど、じゃあ次のページいきます。2ページ目です。これ大丈夫ですかね、時間もう15分って言ってますね。1980年代後半から恋愛できない症候群というネーミング、年代後半だからバブルがちょうどあって弾けるぐらいですかね、まだ弾けてないですかね。1987年の厚生省人口問題研究所の独身調査、面白いですね、によれば、20から24歳の男性で婚妻している恋人、婚約者がいると回答したのは 26.8% しかいない。25歳から29歳の男性でも 25.6% だ。つまり、20代独身男性の7割が配偶者や恋人がいないという、今回の内閣府データとあまり変わらない結果だ。
まあそうですね。ただね、やっぱりなんかそのバブルは、なんだっけ、アー君でしたっけ、なんかその車を用意してくれる男性で、なんかお財布代わりになる男性みたいな、なんかそういうなんかその要因があったみたいな。ちょっと待ってくださいね、今調べますね。アー君、こういうのね、最初からね調べとかないと。アッシー君ですね。アー君って何やねん。アッシー君ですね。アッシー君とメッシー君と、アッシー君とメッシー君、なんかそのご飯を奢ってくれる人ですからね。ちょっと待ってくださいね。こういうの本当はちゃんと用意した方がいいんですけど、全然用意してないんで、まあ、ここら辺がね、まあ、エフランたるゆえんみたいなのが出てますね、僕の。まあ、勝手にこうやって自己分析してるのも、まあ、痛いんですけど、メッシー君とアッシー君と、あとは誰ですかね。あと、カバン君ですかね。なんかわかんないですけど、あ、三つぐ君ですね。カバン君はいないですね。カバン持ちみたいなのいるかなと思ったんですけど、いやー、なんか、ジェネレーションギャップ感じますね。三つぐ君ですね。うん、三つぐ君。はい。まあこれどういうことかっていうと、その一人の女性に対してその囲いをする男性、まああるじゃないですか、今でもインターネットとかにも見られますけど、それでなんかそのご飯をおごってくれるのがメッシー君で、でお金を貢いでくれる、お金とかブランド物とか貢いでくれるのがミツグ君で、で、足だからなんか車で送迎とかしてくれるのが足みたいな、そんな感じだと思うんですけど、こういう、これ都合のいい男性を表す言葉みたいなんですよ。で、昔も多分そうだと思うんですけど、基本的に男性の方が数が余るような傾向が強い、男性の方が数が多いんですよ。今 あの日本でも男性の方が同じ世代、同じ年齢と比較とかしても100から200万人ぐらいだったかな、多いんですよね。だから一人の女性を男性何人か囲うみたいなのは、まあ大体安易に想像はつきますね。だからで、話がちょっとまたずれちゃったんですけど、だからこの恋人がいないっていう人の中にこれが含まれてるってことを考えると、まあ、バブルの方が、なんだろう、その、リア充だったっていうか、まあ、これ、この都合をよく扱われてるのがリア充って言えるかどうか難しいですけど、まあ、なんかその異性との関わりが多かったんじゃないですかね。わかんないですけど、これはもう本当に印象になっちゃうんですけど、のような気が自分はしますね。で、話、記事に戻しますね。この恋人婚約者のいない男性たちの中には、当然デート経験のない人もかなり含まれている。当時の調査では、デート経験については明らかにされてないが、3、4割くらいはいたのではないか推察できると。どうですかね。このミツグ君とかアッシー君とかいうのが、これがあのデートに換算するとしたら、もうちょっとだけ低かったんじゃないですかね。だから3割ぐらいだったんですかね。で、まあでもそれでも、あれですよ。結構多いですよね、未経験者が。で、それには伺われるのは性経験の有無だ。当時の調査では、20から24歳の男性では 43%、25から29歳では 30% が性体験がないと回答している。もちろん性体験がなくてもデートまでは経験があるという男性もそれなりにいるはずだが、性体験がないという男性の中にはそもそも女性と二人きりになったことがないという人もかなりいるはずなので、デート経験なしも近い割になるのではないかと。ああ、こういうね、性体験の有無に関する調査が出てるのでしたら、ある程度これは何ですか、エビデンスみたいな感じになりますね。うん、じゃあ、そうですね、僕さっき3割ぐらいじゃないかって言ったけど、結構高いんです。3、4割は分かんないですけど、ある程度いたって可能性ありますね。まあデートと性経験が、どうですかね、まあ、難しいです。人によると思いますけど、むしろなんか最初に性行為の方をしちゃうみたいな人もいるかもしれないし、まあでも基本的にはデートを済ませてからっていう順番ですよね。ってなると、性経験は43になると、まあ4割はいないんじゃない、だからやっぱり3割前後ぐらいじゃないですかね。はい。まあちょっとここをこだわってはあんま意味ないですけど、3割ぐらいは恋愛に積極的でガツガツしてるが、7割ぐらいは恋人や配偶者がいないと。ちょっと待ってください。さらに3、4割ぐらいはデートする人が、ね、存在してる。ああ、そういうことか。わかりました。3割ぐらいの人はデートすらしたことがない人で、で、ちょっと待って。4割の人が、デートはしたことあるけど恋人や配偶者がいないと。で、3割の人が恋愛に積極的にガツガツして、で、これで10ですよ、足して。え、つまり2022年も1987年も若い男性の恋愛の傾向、それほど大きな違いはないということだろう。まあ、違いは多少あると思うんですけど、その、なんだろう、テレビとかが言ってるほど違いはないということです。これは僕は本当に驚きだったんで、これは面白いですよ。しかもこの記事書いてる方は絶対僕よりも年齢が上の方なんで、まあ、いろいろね、生きてる年数長いですから、説得力ありますね。それはマスコミの報道を見てもわかる。実は日本では30年以上前から様々な調査によって、女性との交際に積極的ではない男性たちの存在が浮かび上がり、シングルという言葉も普及して、今とほぼ変わらない論調が出来上がっている。なるほど、なるほど。例えば、1988年の読売新聞では、独身男が増えているという連載がスタート。すごいですね。ちゃんと調べられてますね。僕がまだ全然生まれる前の話だったので、僕は全く存じ上げないですけど、そんなのがあったんですね。その第1回である、価値あると進んで選択。30代未婚、10年で倍、女性含めネットワークには、今の若者の恋愛バラネを紹介した記事の中にはあっても違和感ない記述が並ぶ。
読売新聞1988年の5月31日の記事ですね。一人で生きる男性が増えてきた。配偶者に恵まれないという人もいるが、自分の世界を大切にしたいからという人もまた少なくない。確かにそうですね。今報道されてもおかしくないような文章が載ってますね。さらに翌年になると朝日新聞が恋愛に後ろ向きな人々にこんなキャッチーなネーミングをする。恋愛したいけれど、あ、これ多分したけれどって書いてます。多分したいですね。したいけれど相手がいない。異性とどうやって付き合えばいいかわからないという恋愛できない症候群の若者が都会を中心に増えている。朝日新聞1989年7月13日の記事ですね。なるほどなるほど、恋愛できない症候群、キャッチーですね。はいはい、なかなかうまいですね、これつけた人は。キャッチコピーライターです。いかがだろう、この時代から若者の恋愛離れという話は何も変わっておらず、それを紹介するマスコミの論調も変わっていない。厳しい言い方をすれば何の心象もしてないんだ。まあここはね、まあ若干議論の余地ありますけど、何の心象もしてないが、まあ確かに同じようなことが繰り返されてるっていう点では、まあそうですね。よく聞くのが、その若者、最近の若者はなんか態度が良くないとか、なんかそのマナーが良くないみたいなっていうのは、結構いつの時代でも実はあって、その古代の遺跡とか その石板に書かれた文字とかでも、なんか最近の若者はなんか年上に対するなんかその尊敬のあれがないみたいな、なんかそういうなんかさ、もう本当にもうだからもう繰り返されてるってことですね。だから僕らが本当80歳ぐらいになったら、多分新しく出てきた子に対して、いやー最近の若者はちょっとダメだよなみたいな、あいつはダメだよなみたいな。逆に今はなんか植物系っておかしいな、草食系が増えてるかもしれないですが、将来はもしかして超肉食系が増えてて、逆に僕たちが老人になった時に、いやー最近の若者はちょっと積極的すぎてガツガツしすぎて、やっぱりちょっともうちょっとね、こう なんていうか節度を保ってほしいなとかなんか言ってるかもしれないですからね。はい、まあちょっとね、こんな茶番を置いといて、また記事に戻ります。人はどうしても自分が生きている今の時代は特別と思い込みたい生き物だ。今はスマホや多様性などいろんな社会の変化が起きている。だから人の行動も劇的に変わっているに違いない。そんな先入観に縛られているので、マスコミの若者の恋愛離れが進行していますなんて話にコロッと騙されてしまう。確かに鵜呑みにするのは良くないですね。たかが35年ポッチ、人々の意識はそれほど劇的に変わらないんだ。35年どころか、その若者をなんかその年配の人が批判するその構造っていうのは、もう人類が誕生して以来ほとんど変わってないんじゃないかって気もしますね。ただ恋愛に関してはいろいろ変化はありそうですけど、はい、次のページ3ページ目、政府の施策を若者の恋愛離れのせいに。これはなかなかあれですね、あんまりツイッターとか、まあテレビはもちろんそうですけど、見られない論調なんで面白いですね。政府の施策を若者の恋愛離れのせいにして責任転嫁。若者が、なんだろう、今恋愛する人が少なくて、それがバブルの頃ぐらいから変わってないっていうのは、これを政府の失策って片付けることに関しては批判もありそうですけど、もう面白い視点ですよね。はい、続きいきます。さて、そこで次に気になるのは、なぜマスコミは若者の恋愛の若者離れって変だな。恋愛は逃げないよ。多分わかんないですけど、若者の恋愛離れならというヨタ話をでっち上げたのか、できたのかということだ。一つには先ほど申し上げたように、若者の学ぶ離れが数字の稼げるキラーコンテンコンテンになってるコンテンツだからということもあるが、もう一つ大きいのはマスコミの大切な情報源である政府に吹き込まれたということが大きい。これは若干陰謀論臭いけど、でも確かにマスコミと政府っていうのは、まあ、ある意味つながってるっていうか、マスコミも政府からちゃんと情報を 得て報道しないといけないんで、まあ、つながらざるを得ないというか、まあ、これにこのそのなんかそのマスメディアと政府の癒着じゃないですけど、そういうのに関しては結構批判多いですね。日本以外の国ではやってないけど、日本はその首相とさ、このマスコミの新聞社の社長が解釈してるとか、これどうなのみたいな、絶対なんか海外は絶対それしないよみたいな、なんかそういうのはあって、自分としても確かにちょっとその、まあ無理ですよ、どんな新聞社によって色があるっていうのは当たり前ですけど、やっぱり直接のこう会食とかしちゃうと、まあ、どうしても情が芽生えるっていうか、あるじゃないですか。仲良くなっちゃうと、どうしてもなんか、あんまり嫌なこと書きづらいなというか、まあ、人間はそういう感じなんで、まあ、そうやって、こう、懐に入らないと情報が手に入れられないっていうのは、まあ、多少あると思うんですけど、まあ、ちょっとここら辺はね、改善点ではありますよね。はい。テレ朝ニュース6月14日、政府関係者は未婚や晩婚化、少子化に拍車をかけることにつながりかねないとして、危機感をあらわにしています。確かに、今の政府、結構ご高齢の方が多いと。でその世代にとっては、まあ、さっきバブルの世代の話しましたけど、もっと前の世代ですよね。その世代からしてこう恋愛する人が減ってるっていうこともそうだし、少子化っていうのはもう本当にもう震えざるを得ないというか、まあ逃げ切り世代とか、なんか逃げ切れない世代とかいろいろ言われてますけど、その年金の問題とかもありますから、ちゃんと若者の人がバンバン子供を作って稼いでもらわないと困るっていうのはあるんでしょうね。
この言葉からも分かるように、日本政府は若者恋愛バナーや蛮行開少子化の背中を押す非常に厄介な言葉やユースタンス、マスコミその主張をノーチェックで右から左に流している。まあ、ノーチェックかどうかは分かんないですけど、まあ、確かに流してるって感じは、さっき の報道のキャッチーさんからも見られますね。はい、これは見ようによって悪質な情報操作である。少子化という問題は恋愛に興味を抱かなくなった若者が悪いということにして、これまでの政府の施策をやむにしようとしているからだ。政府、マスコミと若者。なんかその印象を下げられてる若者みたいな、そういう対立構造を作ってる感じですね、この記事としては。実は世間的にはあまり知られていないが、少子化というのは日本の無策を象徴する問題だ。50年以上前からこうなることは分かっているが、政治が何も有効に手をつくことなく放置してきたからだ。放置してきたからだ。これはまあ反論はあると思いますよ。例えばなんだろう、先進国は少子化が多いよっていう、だから日本だけじゃないんじゃないっていう反論ありそうですけど、まあ、確かに日本と韓国でしたっけね、群を抜いて少子化が、少子高齢化が進んでて、でそれがその何十年以上前も、もう兆候が出てきてるのに、策を打ってなくて、まあ、放置はしてないかもしれないです。なんかいろいろやってきたかもしれないですけど、ちゃんとそれが効果が現れてないっていうのは、まあ、無策と言われても、まあ、評論を批判されても、まあ、若干仕方ないっていうところがありますね。例えば1967年4月27日の増える老人、減る子ども、人口問題をどうする、構想、審議会に意見聞くという読売新聞の記事では、以下のように厚生省人口問題研究所の推計が掲載されていると。これちょっと長いんで、パッと言うと、人口が増加してるけど、昭和80年をピークとして減少してて、で、昭和90年には、90年、ああ、それが計算ですね。試算っていうか、こうなるよっていう推定だと思います。昭和90年ないんで、幼少 17%、成人 63% となり、老年人口が 20% を占めるという、これが推計が掲載されているって、こんな感じですね。実際のところで、昭和80年にあたる2005年人口は、1億2770万人の試算よりも、ああ、そうですね、そのさ、この、推計では1億2169万人だったので増えてるけど、でも昭和90年にあたり2015年の15歳未満は 12.6、 ああもっと少ないと。で65歳以上も 26.6 だから試算より深刻だ。だから試算推計してる数よりも結構少子高齢化進んでるよと。人口減少は そこまでではないけど、でも少子高齢化がっつり進んじゃってますと。でこのようにある程度ばらつきはあるが、実際日本は50年以上前から現在の危機をある程度予測に、まあ、正確に予見していたのである。確かにそうですね。まあそれよりもっと広くなっちゃったんですけど、でしかし何もしてこなかった。まあ何かはしたと思うんですけど、ちゃんとそれがなんか効果を得るような形で発揮されてないっていう感じですかね。はい、次ですね。ちょっと待ってください。次4ページ目ですね。50年前に予測された通りのシナリオが進行と。国は独身者への調査を繰り返すだけで恋愛離れだ。結婚に価値を見出してないのって若者意識のせいにして、諸国がやってるの対策をサボってきた。例えば少子化の対策で有名なのは子供への支出だ。OECD ファミリーデータベースによれば、子供に対して社会がどれだけお金を出しているのかという家族関係社会支出の割合が高い国であればあるほど出生率も上がっている傾向がある。意外に思うかもしれないが、子供に対して社会全体で手厚いサポートがあれば、私も親になりたいと思う人も増えてくることが分かっているのだ。また賃上げもそうだ。これは確かにいろいろ言われてまして、まあ、実質的な物価とかはちょこちょこ上がってるけど、賃上げが全然行われてないって、これ多分そういう話ですね。すみません、読む前に先読みしちゃったんですけど、ご存知のように日本はこの30年ほとんど賃金が上がっておらず、先進国の中でも際立って低く、韓国にまで平均年収で抜かれて、韓国にまでって言い方がちょっとなんかその嫌韓臭がありますけど、まあここは放っておいて、最低賃金も諸外国の中で低く、若者貧困化も進んでいると。まあ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 、まあ日本は結構なんだかんだ治安もいいし、そんなに貧しくないんじゃないっていう、失敗小僧さんだったら反応されそうですけど、まあ賃上げがされてないっていうのは、まあ確かに、まあそうですね。まあ海外が賃上げしてると、まあどうなるかっていうと、海外は賃上げと一緒に物価とかも物の値段どんどん上がっていくけど、日本だけそれが上がんなくて、だから日本内で完結するものだってサービスは安いんですけど、例えばスマホとか iPhone とかってめちゃくちゃ高くなってるじゃないですか。あれが高く感じるのは、その日本が賃上げしてないんじゃないかなっていう、そういう主張をされてる方も、まあ、単純にそのアップルとかが、とか、グーグルとかそういうところが、スマホ使う人と、スマホを使う人もスマホを使う時間も増えてきたから、お金、どんどん高いやつにしてもいいんじゃないかって、ちょっとぼってるっていう、そういう考えもできますけど、まあ、確かにそう、ある意味、そうですよね。まあ、諸外国に比べると、賃金があんまり上がってない。まあ、これに関しては、多分、失敗小僧さんの今までの動画だと、逆にその別に賃金が上がらないでいいんじゃないみたいな。デフレなのが逆にいいんじゃないみたいな話をされて、ここはちょっと難しいところだと思うんですけど。若者が結婚しないのは経済的理由だけでないみたいなことを主張する経済評論家も多いが、結婚以前に恋愛というのは見栄を張る部分で、ファッション、デート、プレゼントなどの出費がかさむ問題、日本の状況を逸した低賃金によって恋愛できない、結婚できないという若者もかなりいるはずなのだ。まあここはね、まあ
わかりますよ。経済的理由もでかいっていうのはわかるんですけど、もう本当社会の変化のスピードがどんどん速くなってるから、それによってちょっとその今までとはこう異性との交流の関係の形みたいなのだったりとか、あとまあ単純にもう一人で完結できちゃうっていうか、まあそう、性的なね、サービスを受けられるお店もありますし、まあ女性用も確かあるみたいですし、もうそういうことで全部完結できちゃうとか、アダルトビデオを見て、なんか自慰したらもう終わりでいいかなみたいに思っちゃう人もいるとか、まあなんか社会的な、その、なんだろう、トレンドの変化みたいなのがあるんで、これをなんか今の文章だと若者が恋愛できないからかわいそうだみたいなのになるんですけど、それは若干若者から反応が出そうですよね。ただやっぱり経済的理由、だからやっぱりその上の世代から見るとかわいそうっていうのは、もっと上の世代から見ると若者何やってんだ頑張るようになるし、それより若干下の世代から見ると自分たちの子供ぐらいの世代の人が恋愛してないとで経済も調子良くないとでかわいそうだなって思うなんか親心じゃないですけど、そういうのはあるのかもしれないですね。こういう問題を政府が50年放置してきたことで日本の少子化は拍車がかかってしまった。何もしなかったので50年前に予測された通りのシナリオが進行しているのだ。もちろん政府としてはそういう話になることは避けたい。そうですね。結果が伴っていないのは動かしがたい事実なのだが、やっぱりすごいですね。この噛み噛み具合ひどいですね。朗読 YouTuber とかやろうとしてましたけど、これ無理ですね。はい。まあ、その話は置いといて、国は少子化対策をずっと力を注いで一生懸命やってきたとしたい。としたいっていうのはそうですね。国は一生懸命やってきたとしたいから、自分たちの責任ではないって言いたいよ。これはまあ確かにある程度合ってますね。まあ政府側としては、いや俺たちやってきたでしょ。まあ本当にやってきたのかもしれないですけど、効果が出てないにせよ、まあ、やってきたって主張したいと。そしたら、となると誰かをスケープボードにしなくてはいけない。ここまで言えばもうお分かりだろう。そう、それが若者の恋愛離れである。そう、若者が恋愛離れしたから、恋愛する人も減ってるし、少子化も進んでるんだよっていう風な形に したい。それが政府もそうだし、マスコミもそうだし、まあそういう感じの意図みたいなのがあって、で、こういう報道されちゃってるって話ですね。ただ、これは逆にこの記事も、政府とか、そういうマスコミをスケープボードにしてるっていう、そういう批判もありそうですけど、自分としては、むしろなんかそういう、こういう見方をする、記事だったりとか、あんまり情報がなかったんで、こういう、なんだろう、まあ、逆張りするのが何でもいいとはないですけど、こういう意見は全然あっていいと思うし、むしろこういうのがないっていうのは、ちょっと気持ち悪さを感じるんで、まあ、ある意味、こう、政府に責任があるんじゃないっていう見方をするっていうのも、全然その今までの話を見てきても全く論理的整合性が取れてないとかでもないんでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、次のページ、これ最後のページかな。次のページ、恋愛しない独身の若者の格好のスケープゴート。国は少子化対策に力を入れてきたが、それ以上に足を引っ張っているのが若い男性たちだ。あ、僕たちがね引っ張っていることですね。僕ももう何ヶ月か半年ぐらいで、まあ、20代に突入してしまうってい こう闇の20代がこれから始まりそうなんですけど、10代も悲惨だったね。彼らが恋愛に後ろ向きになってしまったことが最大の問題ということにしてしまえば全て解決だ。国は無策の責任を取らなくていいし、若者の恋愛サポートしますなんて上っ面の話をしていれば、賃上げや子供対策という面倒な話に着手しなくて済む。これに関してはある程度、あ、なるほどなるほど、合ってるなと思ってて、恋愛と結婚が全然違うから、その少子化イコール恋愛離れっていう風に言うのは、まあ、明らかにずれてるんですよね。まあそれもあるのかもしれないですけど、まあなんかいろいろさ、恋愛してさ、なんかこうお互い成功してて生まれちゃったら、そしたらもう親になるしかないからみたいな、いろいろ言ってる人もいますけど、でもやっぱ近年の傾向だと明らかに恋愛と結婚は絶対別で考えるとか、多分女性の方もそうだと思って、こういう男性が好きとか、こういう男性と付き合いたいっていうのはあっても、こういう男性と結婚したいとは絶対違うと思うんですよね。そこの部分ですよね。だから賃上げや子供たち、そう、賃金もそうですし、まあ子育てとか子育て支援とかの話ですよね。僕は自分はちょっとね反出生主義気味なんで、これはちょっとどこなんだろうっていうのはあるんですけど、まあ社会的な、その社会政策的な面で言ったら、確かに子供育児とかそこら辺のところの対策しないとダメだよねっていうのはまあわかりますね、自分としても。はい、一応その子供をこのまま少子化を止めるにはっていう話ですけど、僕はそれ自体もちょっと本当にどうなのみたいな、結構不幸な人もいるんだしさ、どんどんさ、子供作っちゃっていうのってどうなんだいみたいな、そういう考えはあるんですけど、まあそこにはね、あえて噛みつかないで、今回はね、もう話がめちゃくちゃになっちゃうんで、そこには置くとして、実はこれが日本という国がよくやるお家芸でもある。医療危機に国民の頑張りで立ち向かう戦時中と変わらぬ日本の姿の中で詳しく紹介したが、日本は政府が社会システムを根本から変えなくてはいけないというような問題に、なんかごじってますね。僕も噛んでさ、あとかなってるから、あんま人のこと言えないんですけど、いけないというのは問題2に直面したとき、僕のブラウザが悪いんですかね。今、ビバルディってブラウザを使わせていただいてるんですけど、いや、多分これ、あれですね。完全にミスタイプっていうか、スペルミスっていうか、あれだと思います。はい、まあ、別にいいんですけど、問題に直面したときに、国民の責任に話をすり替えて、個人の頑張りで乗り切ろうする悪い癖がある。これは確かに、なんか、根性だとか、なんかその、ありますよね。オリンピックとかでもそういうのは
やられてましたよね。なんかそのみんなで団結してみたいな、まあそういうのに対してえっていうこの違和感を感じる人も、まあ、僕だけじゃなくているっていうことです。それはちょっとある意味安心感になりますね。このノンフィクションライターの久保田さんみたいに、それどうなのみたいな、この感情論とか根性論みたいなので乗り切っちゃうの違うんじゃないみたいな思う人がいるっていうのは、まあ、これはちょっと一つ安心するところですよね。最近で分かりやすいのはコロナ対策だ。他の先進国ではほとんど起きてない医療崩壊を2年間も大騒ぎしたのは、日本の医療供給システムに根本的な欠陥があるからであることは明白だが、そこには手をつけずひたすら個人のせいにした。これはね、医療システムに根本の欠陥があるかどうかっていうのは微妙ですけど、確かに GoTo トラベルとかもあれやる意味あったんかなみたいな、ウイルスばらまくだけだったんじゃないかみたいな、いろいろありますからね。から医療供給システムに根本的に欠陥があるかどうかっていうのは、僕はちょっとあんま詳しくない、そこはちょっと論じできないんですけど、個人のせいにしてたっていう傾向は正直言って確かにあります。ルールを守らない飲食店が悪い、渋谷で遊んでる若者が悪い、これはめちゃくちゃマスメディアの報道されてましたね。まあ、途中からはなんか老人で高齢者の人でもこんなやつがいるみたいな叩いたりするところもありましたけど、まあ、何かしらまあ叩くところスケープゴートを見つけないと、まあ、ちょっと息苦しいみたいな。今よりももっとひどかったですからね、あの頃コロナが。なんかあの頃はなんか懐かしぶってるんですけど、もうつい最近の話なんですかね。という感じで、医療崩壊で国のシステムエラーから国民の目をそらして、ひたすらこの非常時に協力しない身勝手に人間のせいにして、医療提供体制の見直しの根本的な議論を先送りされている。これはね、まあ、結構ね、傾向あるかなって思います。だから明確な反論がちょっと打ちづらいですね。若者の恋愛離れにも同じ匂いが漂う。これから人口減少はさらに拍車がかかる。これは確かにそうだと思います。1年で鳥取県と同じ人口が消えていくので、国内経済も加速度的に縮小していく。尻にお尻、火がついた瞬間。こんな状況になるのは放っておいたら誰だと犯人探しが始まる。その時恋愛をしない独身の若者は何度でも格好のスケープゴートにされるんだろう。日本が衰退したのはゲームやアニメばかりを楽しんでデートもしない自分勝手な男が増えたからだ。最近の若者は何事も臆病でダメだ。我々は若い時は女性に当たって砕けろだった。なんて感じでおじさんも怒りをぶつけやすい。これはあれですね、同時にあれですね、女性に対しても、女性が夜好みしすぎてるとか、なんか女性が社会進出をしてなんかするようなとかダメだとか、なんかいろいろそういうありますよね。男性だけでもなく女性に対しても。政治家も選挙で叫びやすい。若者はそもそも投票に来ないので、いくらディスってもいたくない。これは確かに人口少ないですからね。で、選挙自体もあんま行く人がいないと。若者選挙離れというインチキ話は相当多くない未来に始まる若者ヘイトの序章なのかもしれない。文章がうまいですね。ここはなんか誤字があるとかさ、言っちゃいますけど、ミスタイプじゃないかとか言っちゃいましたし、いろいろ反応しましたけど、文章としてうまいですよね。自分もね、ツイッターとかで書くことはあるんですけど、こういう長文を書くことっていうのは大学の課題ぐらいでしかないんで、いやー、こういうしっかりした文章を書けるといいですね。まあもちろん反ツッコミとかあると思うんですけど、ちゃんとストーリーができてて、まあ、記事になってるんですけど、まあもちろんね、あのデータのこうエビデンスとかもあって、最後にこの、はっきりして、若者の恋愛離れというインチキ話はそう遠くない未来に始まる若者ヘイト、これも若者ヘイトってこの言葉もなんかすごいですよね。こうちょっとなんかセンシティブな感じのこうセンセーショナルな感じの序章なのかもしれない、序章なのかもしれないがかもしれない、かっこいいですよね。すごい文章書けますねこの人って思っちゃいましたね。はい、僕もね、学生時代はなんかかっこつけてたわけではないんですけど、社会問題にめちゃくちゃ興味があった時期がありまして、なんか現代ビジネスとかプレジデントとかダイヤモンドとかを朝読んだりとかしてましたね。それだけじゃなくて、新作のスマホの発売日の話とか、なんかそのニュースとか、プレイリリースとか見たりとか、そういうのがあったんですけど、それと一緒に、ね、こう最新の記事みたいな、なんか貧困の話とか、いろいろ見てたりした時があったんで、プレスリリース、プレリリースって何よって話、プレスリリースですね。はい。では、じゃあちょっとそんな感じでね、初めてこの長い動画というかほとんどもうラジオなんですかね、ゆる言語学ラジオみたいな、ゆる言語学ラジオじゃなくて僕一人で話してるんで、もうラジオにすら慣れてるかどうかわからないんですけど、いやーでもなんか悲しい、残念だと思うのが、やっぱり文章を見ながら読みながら話すが結構難しいっていうのもそうだし、話してからやっぱ最初の方は全然そのエンジンが入らないっていうか、なんかわかりますかね、なんかそのエアコンと同じで、まあ僕がエアコンに例えるのが変な話なんですけど、まあ、初めてスイッチ入れても全然部屋が効かないじゃないですか。僕もそんな感じで、話し始めた時っていうのが全然そのバーって話せなくて、だんだん話してると今みたいにこうずっと話せるような状態になってくるんですけど、なんかその状態に持ってくまでのこうなんかその低空飛行状態みたいなのが結構動画になっちゃうんで、音声になっちゃうんで、そこはちょっと残念な感じがありましたね。今回ね、若者の恋愛離れというか、まあ僕は20代の独身になる予定というか、もう本当になる寸前なんで、まあ逆にその、今はまだなってないんですよ。10代の独身、キモテ、陰キャ、ぼっちなんですけど、だから、これから、本当にこの記事の、そのスケープゴートって言われた恋愛をしない独身の若者の、対象というか調査対象のところに入るんで、その入る直前にこういう記事を、こういった記事を見て、こうやって動画を出したっていうのは、なかなか
いい機会になれたかなっていうのはありますね。はい。で、あとやっぱり話すとちょっとこう熱くなると言いますか、まあいいですね、こうやって話し続けるのも。昔はツイキャスでやったんですけど、ツイキャスだとこう時間帯によって全然人が来る来ないっていうのがあって、どんなに僕は全然喋れてない時とか、なんか僕はなんかもう半分寝てるような時でもなぜか人が多かったりとか、逆に僕はめっちゃ熱く話してるのに人誰一人も来てないとかあったりするんで、まあね、動画にして、まあ僕が別に話が上手いかっていうとそういうわけではないと思うんですけど、まあちゃんとねこう再生されたいなっていうのはあるんで、はい、サムネとかもね一応作って動画にしようかなと思ってますね。皆さん的にはどうですかね。一応これは僕の持論だったりとか記事に対するねツッコミとか入れましたけど、皆さんとしてもやっぱり思うところがあると思うし、まあ、全部ね記事読むのは時間かかると思うんですけど、一応ねこの動画をまあ流し聞きしていただいて、まあいやいやお前違うぞと、モザイクお前全然間違ってるぞと、いやこういうところはこういうところに問題があるんじゃないのみたいな、そういうね意見もねいただけるとすごい僕としてはねこう視野を広げるねことになるんで、大変ありがたいので、はいっていう感じですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、コメント等よろしくお願いします。モザイクでした。